ででーん、あれででーん、なんだ、根っこがなんか飛んでる根っこが根っこが根っこぶです。大きくなってる、うん、根こぶ病ができると、はい、友達と仲が悪くなるという今日はお話ですな。はい、あっち行けあっち行けっていう話で、ヘリコプターうるさい。違うな、なんやドローンか、あれなんか変な感じ、ちっちゃい飛行機やな、うん、ということでございます。本編どうぞ。こんにちは。こんにちは。ナンマ。あら、飛行機が。まあこれぐらいだったらできるか。お、真上やな、ジャンボやな。うん。まあいいか。はい。ナンマ。矢崎です。無理やり。まあええわ。あのね、あれですよ。もう飛行機が飛んでたんで前置きはすっ飛ばしていきますわ。はい、今日は猫コブ病です。猫コブ病。うん。猫。猫じゃない。はい。コブ。コブ。ね。ねえのコブ。はい。ね、この辺ね。よろしくない。ちょっと試しに抜いてみようか。はい、あ、抜いてみる？これいけるかな。どう？よいしょ。おお、見た。ほら。ほら、ほら、ほら。これほら。わわわわ、コブになってる。ほらほら。おお。な。汚ね、うん、これちょっと絡んでるな、絡んでるね、ほら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 、すごいこれ、うわ、根っこにコブがつくんか、うん、猫ぶね、うん、猫がつくんちゃうね、コブやね、根にコブね、そう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 、うん、正コブね、正解は、あ、これも猫ぶ病や、ほら猫ぶやん、この辺猫ぶ地帯やな、ほら激しいな、うん、正解はどれよ、こんな小さいのでも猫ぶ病になってるね、これね、あのちょっとあっちへ、それだわ。正解な。正解は。正解は探すのに逆に苦労する？うん。これなんだ。あ、これも猫ぶ病。この辺猫ぶ病すごいな。あらあらあら。普段さ、ハサミで直近直近切るからさ、そう全然気づいてなかったけどさ、うん、あ、この辺猫ぶ自体やわ。あ、ちょっと激しいね。激しいな。うん。こいつは？どう？これは違うか。いける？うん。ほら、正しい、正解の猫はこれまっすぐやんか。ほら、ちょっとね。これな。うん。うん、いや、これ正解。うん、正解。はい。これ、あの、間違い。おーおー、間違い、はい。猫ぶ病です、うんうんうん。脂肪がついてるわ。脂肪というかな。もうまあ、また植えとこう。また植えるんかい。うん、でな。はい。猫ぶ病が出てるんですよ。病気やから良くないのな。うん、これ、ターサイね。これ、ターサイね。ご存知、ターサイです。はい。はい。うちの今の、視力。うん、3番目ぐらいの視力、はい、3番目って、うん、こうパッとお花みたいになるのね、うんうん、中国野菜ね、はい、まあ、ほんで、あれですよ、まあ、猫ぶ病が出たんですね、うん、猫ぶ病って何やねんって、謎や、うん、猫がブーってする病気じゃない、ちゃいちゃいちゃ猫ぶ病ちゃんと説明するわ、はい、してください、本気モードで、本気モードですよ、アブラナカ、アブラナカに出るね、油中以外は出ないの？出ない。あ、そう。うん。ま？出ない。あ、そう。はい。と思う。出ないんじゃないかな。はい。まあちょっと覚悟しておけ。わからん。わからんか。関白宣言。わからん。油中に出るんですよ。はい。これとよく似たやつでな。猫ぶ線虫っていうのもあるんだよな。うん。これは猫ぶ病はさ、ポコッとでかく出るやん。はい。猫ぶ線虫っていうのは、ポコポコポコってちっちゃいコブが猫にボボボボボってつくのよ。うん。うん。それは、まあ、ウリ科やったり、トマトやったり、そんなに出るんやな。うん。でも、猫ぶ病は、アブラナ科だけ。はい。アブラナ科です。はい。で、病気の原因はカビです。糸状菌ってやつかな。カビ菌です。へぇ、うん、でね、まあ、酸性好きなのよ。うん。で、結構一回感染すると土壌の中にもうずっとおるの。あ、だからまあいろいろね、土壌消毒とかして、もう本当は撲滅しないといけないんですけど。なるほど。うん。ただね、まあこれ結局これかかるとどうなるんだっていうと、うん、まあ、食べても別に問題ないんやけど。問題はない。やがてほら、これ水分吸われへんようになって、しおれて枯れて全滅みたいな。あ、うん、でまだこの路上のね、あ、路地のね。うん、補助は
まだあの、まあ、出てもなかなかその、まあ、全部に蔓延して全滅っていうこともあるんやけど、うん、うちもちょこちょこかかってて、そうだよね、そうは言っても出荷はできてるやん、うん、これハウスでかかるとまずいみたいな、ハウスの中でかかるともう小松菜とかな全滅するみたいな、うん、そうなんだ、まあ、まあそんな感じでな、あのそういう病気ですわ、はい、でこれはね、あのどうやってうつるかっていうとね、ちょっとカンペちゃんと見ながら、うん、どうやってうつるかっていうと、もう要は土です、土、土ね、うん、土とあとは水、水、うん、うん、まあ、例えばトラクターとか、うん、桑とかで、ね、うん、土つけて次のとこ行くやん、でまたこれです、まあ、それで菌が移って感染するとか、あとはあの雨が降って、うん、水流れるやん、で水たまりになるやん、うん、カビやからジメジメしたとこ好きやね、うん、だからジメジメっとさせると、うん、またそれで広がっていく、 あと長靴よ、あ長靴、長靴をこうペッタンペッタン歩いて入っていって、でそこで菌つけたまままた次の補助へペッタンペッタン歩いていって、うん、だからあのあれやね、長靴を一つずつ畑ごとに変えていくとかね、そうね、そんなことできるか、うまいあとはあの見学に来た人は絶対入れないとかね、お前入るなみたいな、どんなんよまあそんな感じであの、はい、移るんですよ、はい、であのだからまあ対策としては、うん、のやっぱりトラクターとか使い回さずに機械とかな、うん、保温器とかでも、まあ、きれいに洗ってから次とこ行くとか、うん、要は土をつけてよそへ行かないみたいな、うん、で長靴をあの履き替えるっていうのは無理やけど、まあ、洗うとかね、そう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 、とかあとはね、あの水をためない、水はけをよくする、うんうん、まあ、あと長靴に関して言うと、人を入れない、お前入ってくんな向こう行け、はい、見学絶対せえさせへん、いやいやいや見学は許しませんみたいな、はい、感じでやるとかね、うん、あとはあの結構酸性好きやから、うん、その病気が、うん、反対するとかね、うん、思んないねん酸性好きやから、うん、あれよ、何だっけ、あのアルカリ入れてな、うん、あの pH を7以上ぐらいにするといいとか言うよね、お、うん、まああんまりアルカリに持って行ってもあれやねんけど、そうだよね、まあでもアルカリにした方があまり出ないらしいよ、うんうん、で、まあそんな感じかな、あとはね、あのやっぱり油中で出るんで、油中の連作をあんまりしない方がいいかな、うん、でうちはね、まだこの辺しか出てないやん、そうやね、多分ね、うん、多分他に出てないと思うの、これあの前作っていうかね、これね、去年の4月、うん、ちゃうな、その前の年、去年じゃない、去年の4月か、うん、去年の4月とか夏頃にかけてズッキーニ植えたんや、ここで、ああはいはいはい、その後ズッキーニ終わった後シジミ菜植えてんねん、ああそうか、うん、それで根こぶ多分出てたと思う、うん、うん、でまあそれはそれで終わって、うん、で次春菊植えて、うん、あまりうまいことできんかって失敗したやろ、そうだね、うん、でそのまままたほとんど潰したもんね、うん、次の夏が来て、うん、ひまわりとかインゲンとかなんかごちゃごちゃって植えてたやん、ね、なで、それが終わって今これや、うん、だからまあ連作ではないかもしれないけど、まあ1年前には油中植えてんねん、うん、で油中はうちはあのチヂミ菜とか、うん、あとこのターサイとか、あとは菜の花とか、そんなもんかな、そうやな、油中ってそんな、そんな、うん、そんなにあれやけど、でもまあ定期的には植えてるのよ、うん、だからやっぱり菌がね、やっぱおるんやろな、残ってんねんな、うん、ね、対策は言ったっけ、さっき連作しないとか、うそうだね、うん、長靴であれせないとか、ね、そうそう、だから要は土を入れ込まない、水を溜め込まないで、連作しないね、あとは、うん、酸性にしないとかね、うん、あともう一個ね、あの猫ぶ病抵抗品種っていうのがあって、抵抗品種、うん、CR なんたらかんたらって品種、あの種の袋にや、うん、CR って書いてあるね、 CR? うん、CR ってパチンコとちゃうで、うん、CR なんじゃらなんじゃらで、こうあの品種の前に CR とか後に CR とか書いてると思うね、うん、うんうん、具体的にどれがどれか知らんけどさ、うん、そういうのはあの猫ぶ病の対抗品種らしいから、うん、そういうのを使うとまだ出ない、 あんまり出ないんじゃない、へえ、うん、それとあとはもう最後は農薬やな、あまあね、ハウスとかやったらあの、はい、バスアミドってやつと、バスアミド、うん、石灰窒素で、あの上に
ビニールマルチかなんかかけてさ、うん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 、で締め切って熱消毒、うん、あ消毒ね、うん、それをすると死ぬらしいね。お、うん、でもまあこういう路地はなかなかな、それはできんからな、うん、え何やったっけな、オラクル、オラクル、うん、っていうので消毒したりな、うん、あとは一般的なネビジンとかな、ネビジンね、うん、ネビジンしてるよ、うん、根っこが美人になるってことやなでもネビジンもね結局ね、あの休眠させるだけでね、あそうなんだ、別にやっつけるわけじゃないんだ、やっつけるわけではないみたいよ。あそういうこと、まあだから時々そのうちも前回石灰窒素を入れてるからな。そうだね、入れたっけ、入れたと思う、入れてるな、うん、だから結構大部分は抑えれてるのかもしれへんけど、うん、この辺出てるよな、うん、でこの出たやつはねもうあの、うん、追放やよ、あやっぱりね、うん、中に置いといたらあかんねん、うん、また菌が残るからね、でこれでまた俺らこれでうろうろすると、うん、また広がる、広がるよね、まあそうは言ってもな、なあ、うん、まあ油中はまあ当分やめ、当然やめればいいし、うん、あの来年コロナここあれやよな、多分里芋行くよな、あここね、うん、だからもう1年以上多分来年の今頃もまだ里芋がここ埋まってるから、ね、うん、しばらく油中はやらないので、はい、猫不病の菌はここで寝といていただくぐらいかな、寝といていただく、はい、まあだからあの、まあ、ここを通って向こうの補助行くとかな、うん、すると向こうにも広がるよってことかな、そうだよね、うん、まあ、それから油中をやめてしまうかね、うん、でも大根はあんまりね出ないらしいよ、だから大根とかあとねほうれん草とかあと何言ったかなを植えるとおとり作物って言って、うん、一応こう猫の菌が出てきて、うん、胞子を出さずに死んでしまうみたいなこともあるみたいね、おおいいじゃんいいじゃん、見たことないけどね、はい、うん、そりゃそうだろやっぱ胞子で広がるんやってな、あなるほどね、うん、まあ、あの俺はママにいろいろご奉仕してるけどね、はい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 、出荷に問題はないんだよね、猫ぶ出てるものも、あのね枯れてなければね、あやがてしおれて枯れてしまうから、ね、そうまあね、うん、まあ、だからあの元気な間にね、今のうちに出荷しちゃおうよ、うん、お前どこ病気になったやつ出荷してんのか大々的に宣伝しちゃった大丈夫、はい、食べても死にません、はい、うん、まあそんな感じでね猫ぶ病っていうのがね、うん、出ているんですね、うちの ね、結構出てたよ、ね、ほんまにちょん切ってるから分かんないだけで、そうそういつもこれハサミで切るからな、そうそうそう、うん、ね、根っこをね、うん、大丈夫かな、ここ抜いてしまって、うん、ここら辺ちょっと激しいんじゃない、これもう一回抜いてみる、抜いてみ、うん、じゃ絡まってんだよ猫、ほら猫出てる、あ出てる出てる、猫で猫じゃない、猫が出てるよ、ほら、うん、激しいんじゃない、激しいな、ほら猫とも出てんじゃん、うん、コブコブやん、コブコブいや、1個やで、1個、うん、1個は大丈夫、こっちは、うん、こっちは大丈夫、こっち大丈夫か、植えとこうか、もう一回マジか、うん、すぐ根つくよ、うん、でも木に残ってんじゃん、そこに、あ、そうやな、もうでももう、しゃあないよ、まあね、ここはもう、あの、ほんまは、なんかちゃんとした方がいいやろうけど、うん、もうここらもほら、根っこついてるし、一回抜いたやつ、まあ、そうか、うん、まあ、そんな感じで、まあまあ、はいだな、うん、まあでもね、こいつらもうな、これ以上大きくならないのかな、ねえ、猫分になってしまったらね、うんうん、まあでもそれなりに大きくなってるからなんとかなるんやろうな、うん、はい、まだ生きてる猫があるんやね、そう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 、そのうち猫が完全に、ね、猫ぶってもたらもうおしまいになるっていうことかな、水分が吸い上げられへんってことね、うんうん、まあ今日はね猫ぶ病が出たよというお話ですな、はい、まあということでこの根っこをね、あの今日は刻んで美味しくお漬物にして、あ食べられへんのかな、うん食いません、いらんわ、うん、こんなん食べたいと思いません、はい、ということでおしまいでございます、はい、くれぐれもあの知り合いを猫ぶ病になった時は入れずに、うん、あっち行けってやって仲悪くなるのがいいようです、はい、おしまいです、それでは皆さんさようなら。